あ、違う違う違う。おお。どうなってる？ソープが。はい、こんにちは、グリードです。モダンオフェア3シーズン1の中間アップデートというわけで、リローデッドが来てます。いや、もう莫大な量の今回アップデートが来てるんですけど、新マップに新武器に、コンバーションキットに、さらにまたザ・ボーイズコラボ、そして今回ね、ものすごい量の武器パッチが来てますね。結構強化も多いかな。ついにマルチプレイヤーの方にランクモードですね、ランクプレイが来ました。いや、こんな量のアップデートね、中間アップデートでやって大丈夫かと。ブラックオプスのあのコールドウォーの時なんてさ、シーズン1の中間アップでほとんど追加要素なかった気がする。なんか新武器とね、ちょっとマップとぐらいだった気がするんだけど、新シーズンじゃないのにこんなアップデートして大丈夫かと、COD 運営。どうしちゃったのって感じですけど、まあ早速ウォーゾーンはちょっとバグってたり、ランクプレイは調整中でまだ実装されてません。なんか金曜日ぐらいに実装されるとか聞きましたけど、どうかな。まあまあそれでもね、こんな定期的にね、アップデートがたくさん来るっていうのは本当ありがたいことですからね、早速ちょっと遊んでいきましょうか。で、新武器の SMG ね、まずはこの HRM9 ですね。こちらの SMG 追加。そして LMG 来ましたね。こちら、タックエボルバーっていうのかな？なんか実銃は2021年ぐらいの、銃で、結構やっぱ新しい武器みたいだね。銃みたいだね。現実でもね。まあその他ね、あの、コンバーションキットもあるから、まあ結構武器が自体が3つ4つぐらい増えた感じですかね。スーパードアープ、なんだろうこれ。これまたあれか、ザ・ボーイズコラボかな。多分これはね、モダン2の時にもあった、まあ、ザ・ボーイズのさ、あの、スーパーパワーの限定ルールじゃない？これアイテム拾って、足速くなって、おお！キルストリークの部分が多分これスーパーパワーに変わってるから、これ敵倒して、拾っていくと、今4分の2になったね。おお、足速え！すげえすげえ。ブースト COD みたいな感じだね、もう。おい、はいはいはい。OK？ で、多分これ、あと一回拾えばホームランダーのレーザービーム、目からビーム使えるはず。あ、違う違う違う。おおおお、どうなってる？おソープがいや、ホームランダーにしとけばよかったか、スキン。で、おおー、すげえ。で、一回全部使ってしまうと、足早い早い早い。あ、でもこっち、そうだ、こっちも足早いんだった今。一回スーパーパワー使っちゃうともう使えないんだ、死なない限り。まあ基本的なルールはキルコンと一緒だけど、こうね、あのスーパーパワーがゲットできるからさ、みんなこのキルコンを、このアイテムを拾う意識が半端ねえ、これ普通のキルコンより。ここいない？ OK。あと2個か。おぉ、すげえ。これ楽しいな。確かね、モダン2の時は、なんか、ゼログラビティ、ローグラビティみたいな、低重力モードとかだった気がしたけど。よし。溜まったから、使っていこうか。そうだ。おぉ！あー、ダメ、逃げられちゃった。これ発動するまでめっちゃ遅いな。あ、来てくれたけど、よいしょ。ビリ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 。これはスタン効果ね。ライトニング。あ、結構範囲広いんだな。頭出しレーザービームや。そして、新マップ来ましたね。ちょっとね、SMG 解除の腰打ちチャレンジ進めないといけないんでね。 OK。 スーパーパワー溜まったよ。新マップ結構狭いな、思ったより。 OK、 うまいうまい、強いよ。この辺から敵来そうだな。足速なって、おお、ちょっとドラグった。なんだ、いやでもこれ楽しいね、この足速くなるの。
うおー、こんにちはー。おらー、ちょっといない。あ、後ろから。あー、なんだなんだなんだ。すごい、全く気づかんかった。あ、新マップいいっすね、これ。結構あの、ショットガンはそこまでな、弱そうな距離じゃないの？感覚的に。おー！おー！ OK？ うわ、楽しい。これさ、めっちゃ楽しい。これ常設でいいっすわ。どこで使う？どこで使う？レーザービームどこで使う？この先敵多いっぽいな。行くぞ！おりゃー！うわー！やばい！やばー！あ、マジか、体力上がってるとナイフ一発耐えるんや。あ、でも今の良かったね。完璧なレーザービーム目から。最近の CO でアメリカで人気なこうコンテンツがさ、どんどんコラボしてるけどさ、まあ、アメコミで言うと、多分ディズニーのさ、マーベルっぽいものはダメだと思うんだよね。うん、ディズニーは多分あかんと思うんだけど、まあ、DC コミックだったらいけるのかな？ね、今、ザ・ボーイズ来てるから。なんか、バットマンとか欲しいっすよね。あと、ジョン・ウィックとか、で、最近今映画やってるさ、エクスペンダブルズとか来たら、結構熱いかもしれないな。ヴァンガードの時にターミネーターコラボも来たけど、もう一回ターミネーターしても全然嬉しいっすね。あと、そうだ、なんかゴジラコラボ？前にあったゴジラのコラボもまた来るみたいな風に言われてるんだよね。まあ、最近ゴジラ熱、日本もね、アメリカもすごい人気だから、まあ、もしコラボするんだったらハリウッド版になる可能性は高いですけど、まあ、それでも、ゴジラコラボ来たら嬉しいな。なんか、ウォーゾーンのところでゴジラと戦えるイベントがあったんだけど、あれすごいクオリティ良くて、またあんなのが見れたら非常に嬉しいですけど、どうかな。 OK、 新武器の SMG 解除しました。このバトルパスに新しく追加されたランのチャレンジを全て終わらせれば、ゲットできますね。まあ、基本的になんかタックスタンス使ったりヘッドショットと腰打ちとか、まあ、普通に SMG 使ってれば終わるようなチャレンジだったと思います。よし、じゃあ新マップで新 SMG 使っていきましょう。 OK、 全滅。ちょっと前押しようか。わあ、惜しい。いや、これめっちゃ強いぞ、これ多分。もうこう長年こう COD やってると、なんかメタ武器の SMG ってまあ強い、レートが速いとか威力が高いとか、まあそういうのいろいろあるけど、まあ、第一になんかね、使い心地、なんか使い心地がいいものはやっぱメタ武器になるんですよ。この武器にはそれを感じるね。なんか、うわ、惜しい。いや、惜しい。もう少しな、拡張マガジン出れば。よし、いいよ。一回もまだキルストリーク呼べてないから、いい加減呼びたいな。うわ、つえー。いや、これ強え。じゃ、もうちょっと煮詰めてベストカスタム出したいな、これ。ねえ、これ A 来てるよ。おい、おい、おお、おいしょ。あの距離もいける。アドバンスのデータ、よーし、やっとか。だいぶ遅かったな。危ない危ない、死んじゃう死んじゃう。
Okay. Objective Charlie secured. Okay. うわあ、くそ。ほい。ゴーストが行った手前。幅欲しい。ナイス。で、そこ。落ちん中入っちゃって。いやあ、ぶれないねー、これ。あ、後ろから撃たれてた。どうだろう。この定番のリスキルポジ入れっかな。おー、これは厳しいか。さすがにこれ SMG の距離じゃないね。これはパンチで OK。さすがに、いや、これまだ来そうだな。OK。弾がないから、ミュニションボックス出して、補充。どうだろう。そこいるな。1枚だけかな。1枚だけで、残りこっち側。OK。まだいるっぽい。OK。右突破されちゃったかな。で、手前やって、そこもやって、おーい、これ来ましたよ。これ、派遣武器間違いないな。はい、というわけでお疲れ様でした。いやー、これ、いい武器追加してくれたね。まあでも、ちょっと心配なのが、こんなにいい頻度でアップデート、ね、新武器とか新マップも大量に来ると、今後このペースで、このアップデート内容が保てるのかっていうのはちょっと心配になってくるんですけどね。まあそこは COD 運営さん頑張ってください。それでは、お疲れ様でした。よかったら高評価ね、モチベーションになるのでよろしくお願いします。バイバイ。